伊藤くん、おはようございます。おはよう。伊藤くんも同じ電車だったんですね。ああ同じ路線ですもんね。うん。伊藤くん、あのさ、今日の放課後一緒に榊野町に行かない？え、桂本好きだって言ってたし、榊野町の本屋街回ってその後榊野ヒルズとかどうかな。いいですね。本当に？委員会があるから少し遅くなりますけど。いいよ、待つし。あ、でも、うん、西園寺さん、今日は用事があるって昨日メールに書いてました。伊藤くん、二人きりでなんだけど。え、ダメかな。それってデートですか？はい。いや、ダメならそれはそれでいいんだけど、なんていうか、その、ほら、俺は、つまり、いや、だから。私でいいんですか？いい。本当に？良いから誘ってます。カツラ、よろしくお願いします。え、放課後楽しみにしてます。はい。やったね。ああ、今日は委員会があるから終わってから少しだけなんだけど。いいんじゃない。初デートに長時間は誠には無理。言うなあ。まあそうかもしれない。放課後ここで待ち合わせ？いや、ホームで待ち合わせ。おめでとう、デートっぽいじゃん。ま、楽勝と言いたいところだけど、メールで放課後はダメって先に連絡しててくれたろ。あれ、すっごく助かった。まあね、やっぱ俺は世界がいなくちゃダメだ。もうデートまで付き添いとか言いかねないね、そんなんじゃ。え、付き添ってくれる？バカ。冗談冗談、大丈夫だって。もう、あの、西園寺さん。何？伊藤くんから聞いてますか？うん、何を？そうですか。何何、気になるじゃん。あのです、伊藤くんからデートに誘われました。へえ、私でいいって。そんなこと言ったの、失礼なやつだね。私、お受けしました。そう、よかったね。どうかした？前に気になる人がいるって話したの覚えてますか？覚えてる覚えてる。ダメだよ、誠とデート中にその人のこと思い出したりしたら。誠繊細だから落ち込んじゃ。気になってた人って伊藤くんなんです。え、私の勘違いかもしれないんですけど、毎日同じ電車でずっと私を見ている人がいるような気がしていて、それが伊藤くんだったんです。それ自意識過剰だって思うようにしてたんですけど、気にし始めるとどんどん気になっていっちゃって。じゃあ両思いじゃん。でも伊藤くんは西園寺さんと付き合ってるのかと思ってたから。違います。はい、今朝伊藤くんにデートに誘われて違うんだって分かりました。うん、私西園寺さんにすごく感謝してるんですよ。え、西園寺さんが伊藤くんを引き合わせてくれなかったら絶対伊藤くんと知り合う機会なんてなかったと思う。思いは願ってるだけじゃ通じないですもんね。同じことを誠にも言ってやった。え、あいつも桂さんのことを見てるだけでいいなんて言うから。そうですか。誠は本当すっごいいいやつだし。はい、桂さんのことすっごく好きだから。はい、頑張ってね。ありがとうございます。おっす。カツラさん待ってんだ。うん。焦ってエロいことすんなよ。しねえよ。そっかそっか。世界は何しに来たんだ？付き添いならいらないぞ。バーカ。私もこの路線なんです。嘘。お前電車で見たことない。誠と反対側。
私んち、モテハラ坂下だよ。そうだっけ。ああ、覚えてないし。ごめん。ま、いいんだけど。なあ、世界？ん？なんでこんなにしてくれるの？何を？ほら、俺らってさ、もともとただ席が隣同士なだけだっただろ。それ言ったら、桂さんなんてただ見てるだけだった。ちゃかすなよ。うん。俺の携帯の待ち受け見たからって、普通ここまでしてくれないって。そうだね。すごい感謝してるんだけどさ、どうしてだよ。それはね。それは？面白かったからじゃん。面白い？そう、他人の恋愛ほど見てて面白いことないよ。そういうものか。あのね、テレビの芸能ニュースだってドラマだってほとんどが恋愛ものでしょ。あ、そんな二人の世界、ああ、私の名前じゃなくワールドね。わかってるよ。それを自分の手でいいようにいじり倒す。俺はいじり倒されていたのか。それが楽しいのさ。わかったような、わからないような。まあそういうことだから。なんだかでっかい借りができた気分だ。でっかいよ。もう一生かけても返せないぐらいでっかいよ。うへ、うそ。でも必ず返すから。そう、無理しなくていいよ。無理しても絶対。ふん、じゃあお礼に何してもらおっかな。何でもするよ。じゃあね、ゆっくり考えてろよ。ほら電車来たし、今度いつで。お、学園前駅こんだけでいいや。あ、そっか。